はい、今回は、まあ、チケット申しのロビン、花房ですね。で、まあね、すげえ難しいですね。なんで、まあ、ちょっとね、なんつうのかな。しばらくは完結しないと思います、これ。まあ、一応ね、奮闘期みたいな感じで、一応クリアするまで頑張っていこうってことでね、まあ、少しずつ進展すれば上げていくって感じですかね。とりあえずだから自分今ね、恥ずかしながら、まだ、ラウンド2が最高かな。ラウンド2が最高なんでね、とりあえずね、そこをね、更新できるようにちょっとね、頑張っていけたらいいかなと思います。ということで、まあちょっとね、ダイジェストみたいな、途中ね、クリアするまでは、クリアっていうか、ラウンドごとをなんとかね、クリアするところはお見せしたいんですけどね。まあ、やってきます。で、まあ、ここって、下のやつがね、要は強力な必殺技打ってくるんで、反射で押し返すっていうのが成功法なんでしょうかね、おそらくね。で、弾き方もこれなんかちょっとな、難しいんだよな。こいつって移動が全然してこないんですけど、で、こうやって、ま、モンゴルが、猫じゃらしがなかなか発動、強だからね、してくれないんですよね。だから、こうなるんですよね。ここだったらギリギリ多分大丈夫なのかな。まあ多分口で言うのはあれなんだけど、おそらく、まあ今の現段階の成功法は反射で移動させつつ、あとそのモンゴルの友情でスピードダウンさせつつって感じになってくるのかな。で、今上のモンゴルがこれ発動、必殺技発動させるとかなりやばいんですけどね。どうしようかな。でも、今のだからロビンのね、技がだから、貴族性2つ持ってくると今の僕のテクニックではこうなるんですよね。ちょっとね、角度こんなもんにしてみましょう。ちょっとね、ロビンも倒したいんですよね。こいつの火力がえげつないんですよね、貴族性にとっては。こいつもなんとかしたいんだけど、どうしようかな。ちょっと。また押しのけつつ。えげつないんだよな、攻撃力がね。やめてほしい、本当に。ロビンの攻撃がやばいんでね、地味に。どうしようかな。モンゴルマンを倒したかったんだけどな。耐えてくれるかな。全員かよ。真ん中付近にいたらやばいってこと？
位置が悪いね、位置が。どうしようか。
これきついな。やっぱ位置取り間違えるともう、やっぱ下にしとかないとダメかな。発動してくれないね。猫じゃらしが。